ランドキングよ、お前にわしの力を授ける。行けランドキング、行ってウルトラ星を我がものにするのだ。多分あれはジュダが作った怪獣です。兄弟たち、行くぞ。おう。よし、二手に分かれよう。おう。惑星フェラント、かつては高度な文明が栄えた美しい緑の惑星であった。しかし5万年前ジュダの悪意によって滅亡し、今は死の惑星となっている。
立ち止まるな。奴の標的になる。ジュエ、お。宇宙に正義の炎を灯し続けるためにも我々は戦わなければならないんだ。いいな。このままではゾフィーたちが。タロウはまだか。この危機を救う者はタロウしかいない。タロウ、早く戻っておくれ。ウルトラの星がジュダに襲われたのです。え、ウルトラの星が。そのままひねりつぶしてしまえ。大丈夫でしたか。ああ、このぐらいなんともないさ。ウルトラサインだ。兄弟たち、よく聞きなさい。タロウのウルトラホーンに全員のエネルギーを集めるのです。ジュダに勝つにはそれしか方法はありません。兄弟たち、タロウのウルトラホーンにエネルギーを移すな。兄さんたち、お願いします。
タローは兄たちのエネルギーを全てウルトラホーンに吸収し、スーパーウルトラマンとして立ち上がった。グランドキング、ガスを通せ。ウルトラの父がいる、ウルトラの母がいる、そしてタローはここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、コスモミラクル光線。